こんにちは、広瀬真希です。チャンネルヒロをご視聴いただきましてありがとうございます。今日ご紹介するのはこちらです。じゃん、温野菜を作る蒸し器を使って電子レンジで茶碗蒸しを作りたいと思います。まず卵液の紹介です。材料の紹介です。卵1個、お水 200cc、 塩小さじ1/4、かつおだし小さじ1、お醤油少々。こちらの材料で卵液を作っていきます。茶碗蒸しに入れる具材はこちらです。鶏のもも肉、椎茸、カニカマ、銀杏、かまぼこ、そして三つ葉です。まずだし汁を作ります。お水 200cc に小さじ1杯のかつおだし、小さじ1/4のお塩入れて混ぜます。そしたら置いといて卵を割ります。そして溶きます。卵がよく溶けたらお醤油を少々入れます。ここに先ほど作っただし汁も入れます。卵液ができたらザルでこします。よいしょ。こしたらこの状態で冷蔵庫で1時間ほど冷やしておくと、より滑らかな茶碗蒸しが出来上がります。では1時間ほど待つ間に材料の下ごしらえからしていきます。こちらは細かく切った鶏のもも肉です。こちらをとっても便利な丼メーカーを使ってボイルします。鶏肉を入れて、よいしょ、お酒を振ります。もうちょっとかな、はい、お酒を振ったらそこにお塩を一つまみほど振りかけます。これでレンジしてきます。では1時間経ちましたので、これから作ります。卵液がと出汁たちが沈殿しているので、軽く混ぜて茶碗の中に1/3ほど入れていきます。1/3、よいしょ、入れたら温野菜メーカーにお水を入れて、茶碗蒸しの液を蓋を密封してから30秒加熱していきます。加熱してきました。オーブン。卵液の表面が白くなったら具材を入れます。まず鶏肉を入れて、カニカマと銀杏、
入ったらこの上に適量卵液をかけます。よいしょ。もうちょっと、はい、こんな感じです。そしたら泡を消すために火で泡を消していきます。硬いんで、よいしょ。泡のつぶつぶが消えたらこれで加熱していきます。1分加熱してきました。ディーン。でここでかまぼことしいたけを入れます。よいしょ。入れたらこの上に少しかけます。これでさらに加熱していきます。完成です。できました。おいしそう。いい匂い。今日はダイソーで買ったレンジでヘルシー温野菜メーカーを使って茶碗蒸しを作ってみました。でもヘルシーメーカーは小さいのでお茶碗が1個しか入りません。たくさん作るには蒸し器で作った方が楽かもしれません。今日はレンジで茶碗蒸しの紹介でした。さよなら。いただきます。おお、プルプル。美味しいこれ。